あ、大和田さん。しゃべいるんですか。いや、あの動画ですこれ。あ、動画ですか。動画なんですね。おはようございます。大和田さん、おはようございます。今回はこれね、言っちゃいけないから、某暖かいところということですね。でも僕はダウン着てるんですけどね。でもあの、そうそうそう、大和田さんはこんな形でね。これ日本とは限りません。どこの国なんでしょうかという感じですね。ところで大和田さん、はい、タイの方にあんな車を騙し取られたって聞いたんですけど。騙し取られたっていうか、まあ買ってあげたんですよ、ね、た。そしたら僕の子供じゃない子供を産んでたんですね。あらららららら、ら、あなたの子供をはらんだよと、言われて、せっせと働いてお金あげたら、違う男の子供でした。なんでそれが分かったの。いや、彼女から言われて、言ってきたの、でもそれっきりです。それっきり。ひどいね。ちなみに、おいくらぐらいその女にあのカツアゲされたんですか。いやでもほら1年ぐらいほらこう入院してるじゃないですか。入院じゃない、あのね、お腹大きいし、だから仕送りして、いくらぐらい、1ヶ月いくらぐらい仕送り、トータル3400、3400万カツアゲされちゃったんですか。あともう一つ噂聞いたんですけど、またタイの彼女がいるっていう。いや、まあそれはね、ダメだったら他行くじゃないですか。懲りませんね。いや、まあ大和田さん、女はやっぱ可愛いですからね。なるほどね。それはどこで知り合ったんですか。あ、それはもうゴーゴーバーで。ゴーゴーバーで。ゴーゴーバーで。なるほど。それもしかしたら売春ってやつですか。あ、もうそうですね。こっちも、ね、いいんですよね。こっちもセックスで。あ、こっちも。あ、なるほど。プリティウーマンもね、リチャード・ギアとね、はい、あの誰でしたっけ、あの人、リチャード・ギアと、あ、なんとかってね、女の人、そういうお話ですから。そうなんですか。ね。そうなんですよ。まあ一緒ですね。ね。そうですか。ちなみに、写メないんですか、その。あ、ありますよ。あれ、あ、ちょっと見せてください。いやね、やっぱり、なぜあの大和田さんはタイの子にそんなに執着をするかというと、一回日本でですね、あの日本人の女には、あ、日本の女と結婚してコリゴリ、あ、来ました。コリゴリだということでタイなんですよね。はい、なんで日本人行かないんですか。日本人はやっぱ面倒くさいですね。タイ人簡単です。簡単。もう結婚しようって言ったらいいよって言ってくれます。なるほどね。なんで日本人は面倒くさいんですか。いや、いろいろやっぱね、親のあれとかあるじゃないですか。あ、こういう仕事してるんで。あ、でもこれが彼女です、ね。え、見せてください。え、全然見えませんね。ちょっと外だとあまり亡霊のようにしか映んない。あ、あ、かわいい。あ、かわいい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 。24歳。うわ、じゃああっちで行ったら生で。いや、この子はまだ生でやってない。ゴムで、結婚したら生でいいよって。結婚したらなるほどね。え、じゃあ1年のうち何回ぐらいその子に会いに行ってるんですか。いや、でもまだ半年ぐらいなんで、まだ3回ぐらいですね。3回か、じゃあ2ヶ月に1回ぐらい。はい、今結婚に向けてね、婚活してる。婚活中、日本はダメだった。もうやっぱ今タイが暑いです。タイが暑いってね。なるほどね。まあ、フィリピンもね、みんな結構行ってるんですけど。あ、僕フィリピンないんですよ。あ、ない、じゃあフィリピンちょっとまたフィリピンに話したんじゃないの。いや、でももうタイで決めようかなと思って。もうタイで決めよう。これ以上ね、年重ねるのもあれなんで。なるほどね。早く結婚して。今日の夜、じゃあ俺と一緒にナンパ行って、もしかしたらね、はい、いい、またいい出会いあるかもしれない。いや、でももう年なんでね、そういう体力も。今いくつになったの。40です。え、40、はい、これ44だよ。頑張りますね。ね、はい、で結婚したのにもうかかわらずナンパ行っちゃうよと。それ面白いんだよ。それ怒られないですよ、大丈夫ですか。だってそれが俺だからね。そんな怒る女はね、出てけと。ああ。そのぐらい亭主関白じゃないと。いいですね、そういう女がいいですね。亭主関白じゃないとね。腹優しいからな。ちなみに今男優のね、映画とか話題になってるけど、それでなんか恩恵を受けたことある。え、男優のなんですか。映画あの X の向こう側っていう。ああ、いや、もう分かんないですね全然。なんか面白いエピソードないの。なんか何のエピソード。なんか最近はすごいこれ興奮したなっていう。プライベート仕事問わず。いや、もう日本にいたらおとなしいですからね。もうタイでしか弾けないんで。あ、タイで どんな風に弾けてるの。いや、もうだいたいゴーゴーバーはしごして、マッサージして、タ
まにあの地雷がいてね、ニューハーフがいるからね。ああ、いますね。隠してますからね、あいつらはね。え？隠しますからね。女だって言い張りますよ。ほんでやってみたら、そうなんですよ。竿がついてると。こう、お股開いたら、ついてた。ああ、そういう時は、あった？そういう時。いや、何度かあります。何度かある。ね、どうすんの？やっちゃいます。あ、やっちゃう。あんま気にしないよ。あんま気にしないよと、ね、ちなみにそのピンをしゃぶるんですか。まあしゃぶったりしゃぶなかったり、そうなんですね。あ、ちなみに彼らっていうか彼女たちも行くんですか。いや、あまり行かないですね。やっぱりなんか弱い人が多いみたいで。あ、弾取ってるからね。ハライはどこに入れるんですか、そういう時は。いや、まあしかない。工事はしてないもんね。工事してるのは会ったことないですね。みんなついてます。ついてる、ね、どうなの女の人と比べて。いや、でも可愛いですよ、女より。あ、女より逆に。 そうなんだよね、びっくりするぐらい。そうなんだ。分かんないです。どっちがいいの。いや、それは女の方がいいですね。あ、いいよね。でも顔は可愛いから、まあいいか。顔だけ見て、うん、でやってしまう。そうですね。まあ日本でもやってるんで、ね、仕事でね。で、気持ちいいんですか。まあ気持ちいいです。うん、気持ちですからね。そうです、ね、そう、心ですよ。心です。ハートでね。分かりました。まあそんな形で今回はこれから大和田くんと 4P だよね。そうですね、 4P だね。そんな形です。それではさよなら。